この動画には、以下の成分が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は冷却フィンを取り付けていこうと思います。このフィンは、耐性です。他にも、エンジン冷却のカバーを購入しました。同じサイトで購入しましたが、裏側にメイドインジャパンと書いていますね。これらの冷却パーツをつけて、夏に備えようと思います。フィンは3枚入っているので、良い感じに冷却してくれるのではないでしょうか。早速つけていこうと思います。カバーの8ミリボルト2つを外していきます。バンパーが邪魔なので、スキッドプレートを外して、バンパーをフリーにしました。ちょっと硬いですが外れました。パッキンは、一度外したら新品に変えますが、再利用します。フィンが奥まで入ったら、ボルトをつけて完成です。次は、このカバーを外していきます。8ミリボルト2つを外せば、カバーが取れます。カバーを外すと、少しオイルが出てくるので、注意しましょう。純正カバーと比べると、若干冷却が上がりそうですね。このパッキンも再利用します。本当は交換しないといけません。カバーをつけて完成です。エンジンをかけて、オイル漏れがないか確認します。オイル漏れはないようです。カスタムしてる感が出ていていいですね。次はノーマルと、フィーをつけた時のエンジンの温度を測ってみたいと思います。純正カバーで20分走行した温度を見ていきます。エンジンの温度は場所によって違うので、測る場所は統一します。今日の気温は23度です。やけどが怖いので、エンジンは停止して測っています。60度近くはありますね。次も20分走行した温度を見ていきます。誤差があるかもしれませんが、若干下がっていますね。いかがだったでしょうか。使用環境によって、エンジンの温度は変化しますが、若干冷却効果はあるように思えました。純正カバーと比べると、エンジン停止から日陰に入ると、冷却が少し早かったです。これから夏になり、暑くなってくるので、熱だれの抑制になると思います。熱だれは、3速でブチ回したり、長時間走らず休憩すれば、純正でも問題ないと思います。冷却フィンは赤くて、カスタム感がありかっこいいと思います。これで、感想は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。